すごくね、間違って防振捉えてる方多いです。誤った解釈の上で DIY とかご自身でやろうと思うことを行ってしまうと効果が得られない、なおかつ性能が上がっていかない。で、防音室のね、防振とはまあこういう、これが防音室なんですよ。皆さんこんにちは、防音アドバイザーバドシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。今日動画にさせていただくのは防振について、これすごく間違って捉えている方が多いので、今日は防音室を作る時に最も重要なこと、我々重さと防振って伝えてますけど、この防振について方法をお伝えします。で、2話に分けてお話をさせていただくので、1回目の方ではじゃあ実際どうやって防振を取っていったらいいのかっていうイメージの部分で、次の回では実際にプロがどのような方法で防振を取っているかっていうのを細かい部分まで含めて皆様にお伝えできればと思います。で、今日はイメージの方ね、私たち YouTube のコメントでも LINE の方の問い合わせでも皆様からいただく質問に全部お答えさせていただいてるんですけど、すごくね、間違って防振捉えてる方多いです。で、問い合わせでよくあるのが、遮音シートを挟み込んで防振が取れますかとか、接着剤や塗料で防振効きますか、効果ありますかみたいな問い合わせがあります。全て誤っている解釈になって、誤った解釈の上で DIY とかご自身でやろうと思うことを行ってしまうと効果が得られない、なおかつ性能が上がっていかない。誤ったね、解釈をしてしまう理由っていうのが分かります。で、なんでかって言ったら、ネットで検索して防振剤とかって打った時にも防音剤も出てきちゃうし、吸音剤も出てきちゃうし、制振剤も出てきちゃうし、全部のことが書いてある素材がポンと出てきちゃうっていう現象になっているので、今のインターネットの中がね、だから誤った解釈をしてしまうっていうのは分かるんですけど、ちゃんと正解を伝えてる我々みたいなチャンネルもあるし、実際に施工した実績を持ってる方たちっていうのもいるんでね、そこをしっかりと学んだ上で着手してもらいたいなと思います。で、防音室のね、防振とはまあこういう、部屋の中にもう一個部屋を作る、これが防音室なんですよ。この部屋だけでは防音室にならないんで、我々が施工しているような防音室もだいたい区画とかができている中にもう一個部屋を作ってる。そうしないと性能が保持できないんですよ。で、このもう一個作る部屋をいかに浮かすか、もう風船でもいいし、イメージしてもらうのはね、あの水に浮かんでるお豆腐でもいいし、ああいう形で浮かす、この浮かすっていうことが防振につながってくるんです。この方法を考えてもらえれば防振っていうものがいろいろ見つかってくると思います。防振がなんでそんなに大切かっていう部分で言うと、我々が作るピアノスタジオホームページとか見ていただければ分かりますけど、ピアノスタジオで必要としている戸建て住宅で言うとですけどね、我々推奨しているのがスタジオの中と建物の外で 55dB の減衰 D55 っていう数値を確保することで、夜中弾いても近隣から苦情が来ないピアノスタジオになりますって発信してます。で、実際にそういう施工をしてます。で、これとね、同じ材料を使ったんですけど、壁に全部くっつけた状態で施工をしてみようっていうのをやったことがあります。だから防振を取らない、素材は同じ、防振を取らないんだけど素材は同じものをこう壁に貼り付けるっていう形で施工をしたことがあります。じゃあ実際どれぐらいの性能の違いが出たかっていうと、高い周波数に関してはあんまり出なかったんですよ。あの波長が細かいんで。でも低い周波数に関しては、だから 500Hz から下ね、 500Hz も含まれますよ、 500Hz から下の周波数でいうと 7dB から 10dB 低い性能になっちゃう。それは同じ素材を使ってるのにそれだけ性能が下がる理由でいうと、こう部屋が触れてるから、接触してるからなんです。これだけで建物の外もしくは外壁とかね、お隣との壁とか、そういうところに触れてしまうことによって音が伝わっちゃう。
で、それを切り離すことっていうのがどれだけ重要かっていうのを皆様にはお伝えしたいと思います。素材だけでそれだけの性能を高めようと思ったらめちゃくちゃ大変ですから。だからこの防振どういう形で取っていくかっていうのをまずはイメージでねお伝えしたいと思います。だから部屋の中に浮いた部屋を作るってなった場合には作る順序で言うと床を作ります、壁を作ります、天井を作ります。この順序になります。必ずね。だから壁先行で作って床差し込む、それはないんですよ。床を作る、壁を作る、天井を作る。床はどうしても触れちゃうんですよ。床を完全に浮かすって無理じゃないですか。ホバークラフトとか、あとはリニアモーターカーみたいに浮かす、それは効果的なんですけど、そういうテクノロジーっていうのはお部屋には組み込めないじゃないですか。ゆくゆくそういうのが出てくるかもしれないですよ。僕らもやってみたいと思うんでね。でもそうじゃない形で浮かす、で床を浮かすためにはこういう方法があるよとかっていうのは改めてお伝えします、次回の動画でね。だから床に関してはどうしても触れちゃうから、でそれを浮かすために素材を使う、材料を使う、商品を使う、そして浮かす、で壁とも触れさせない、床をね、そういう作り方をまずしなきゃいけないです。なので DIY の世界でいうとタイヤ使って浮かしてますとか、すごく一生懸命やられてる方もいるじゃないですか。で、あとはこうホームセンターで売ってるバッカー材っていう発泡スチロールでできたこういう棒状のもの丸めて売られてますけど、それをね床に敷き込んだことによって防振取れてますっていう形のものを私いくつも見てます。触れてはしまうけど浮かしたいってなった時にどういうものを使えばいいか、それを考えていただくのが床の作り方になります。浮いてる床ができたらそこに壁を立てる、でその時に壁は触れさせない、接触させない、これが重要です。で、私たちが動画で発信してる7万円で作る防音ブースっていうものも順序的には床を作って、壁を作って、天井の骨組みを作って、そこから素材を貼ってってます。なので動画もね参考にしてもらいつつ、床は触れさせないように素材を使って浮かす、で壁はそもそも接触させないように作る、だから何かを挟むとかじゃないです、接触させないように立てる、でその上に天井を乗せるなんですよ。そうすると部屋が床しか触れてないんで、その床の部分でどうやって防振を取ればいいかっていうのを模索していけば、皆様が考えてる DIY の防音ブースだったらできてくるはず。で、浮いてる時にどうしても触れちゃう床の部分に関しては何かしらか商品とか素材を使って振動が伝わらないようにしてあげる、これが防振になります。防音に関する防振ね。でこれができてないと性能が著しく低下してしまうので、防音室、防音ブースを作りたい方にとっては防振とっても重要です。隣の部屋にね壁を強化して音を防ぎたいとかってなった時は完全に防振取れないんですよ。なんでかっていうと床も天井もつながっちゃうし、どうしてもね。で素材の隙間ができて防振を取ってますってなっても、その隙間から音が逃げていくってなったらデメリットですから。だから私たちの防音ブース見ていただければ、音が出ていく隙間もない状態で防振を取るために防振ゴムを利用してます。じゃあ皆様が実際に自分の部屋作りたいってなった時にどう作るか、天井は特にお部屋がね大きくなると、私たちの防音ブースだと幅が90センチのお部屋になってるんで、ボードも1枚もんだし、天井を支えてるたるきに関しても90センチぐらいだったら真ん中は垂れてこないんですけど、これが1メーター80センチだ、倍だよね、倍になってくるとグンって真ん中が垂れてきます。石膏ボード自体も合板とかも含めてジョイントができちゃうんで、そういう部分っていうのはこうやって垂れてきちゃうんですよ、天井が。でそれはすごく危険なことなので、それを防ぐ方法っていうものも次回の動画で発信をさせていただければと思います。で今日は防振のイメージについてお話をさせていただきましたが、ちょっと質問なんかある方はね気軽にご連絡をいただければと思います。 YouTube のコメントでもいいですし、LINE の方のお問い合わせでも私が全部返信してるんで、気軽にまずは連絡ください。
それでは本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。防音アドバイザーバドシーン並木でした。ありがとうございました。